大寺二月堂の前に立つこの木は、老弁杉、と呼ばれている。老弁杉についてはこちらの碑文に次のように説明されている。かつてこの地に樹齢約600年、高さ7丈に及ぶ杉の大木があり、東大寺の開山、老弁僧正が御幼少の頃、大足がさらってこの木に飛来したとの伝説によって、老弁杉と呼ばれて人々に親しまれてきた。奈良県立図書情報館のサイトによれば、この杉は大正初期、大木であったが、昭和36年、1961、9月16日、第二室戸台風で倒壊。その後植え替えられたが、昭和41年頃枯れた。昭和42年、1967、3月16日、先代を挿し木した苗を植樹した。これが現在の老弁杉。であるとのことである。しかし、二月堂前の老弁杉以前に、別の場所に老弁杉と呼ばれた木があったのではないかと考えている。寛政3年刊行の、大和名所図会には二月堂の前にそれらしい木はなく、やや右下のあたりに、老弁杉、と書かれている。実際に行ってみよう。この辺りである。大和名所図会の記述には、時折誤りもあるため、老弁杉の位置についても、鵜呑みにはできないと思っていたが、最近、それを裏付ける資料を見つけた。東大寺曼荼羅、である。室町時代に制作されたこの絵画に、老弁杉の位置を示唆する図が描かれている。ここに描かれた、金色の和紙。子供、樹木は、先に紹介した碑文にあった、大足が幼少の老弁をさらってこの木に飛来した、という伝説をモチーフに描かれたものであろう。それが、鐘楼のあるあたりと、二月堂のあたりの中間に描かれている、大和名所図会の老弁杉の位置と合致するのである。以下、試験であるが、もともとは老弁杉と呼ばれた杉は、大和名所図会に描かれた位置にあって、それが失われた後、二月堂前に立派な杉が育ち、名前をそちらに譲ったということではないだろうか。場所が変わったにせよ、老弁杉は何代にもわたって名を継いできた。現在の老弁杉は樹齢50年を超えた。これから先、何十年、何百年と一層立派な姿を見せ続けてほしい。ご視聴ありがとうございました。